シンクレアのハカーアプトン・シンクレアはアメリカ合衆国の小説家。多くのジャンルでの題材を社会主義者の視点から表し、相当の人気を得た。1906年に出版したジャングルによってアメリカ製肉産業での実態を告発し、食肉検査法の可決に至った。彼の両親は南部上流階級の出で、 父方の家族はアメリカ独立戦争から至る海軍軍人としての伝統を持っていた。曽祖,祖父はアーサー・シンクレア殉賞で米英戦争で功績を挙げた。祖父のアーサー・シンクレア大佐ははじめアメリカ海軍に勤務し南部連盟軍に入隊するためアメリカ海軍を退役した。メリーランド州ボルチモアで生まれた。一家は南北戦争後経済的に困窮した。したがって、 アプトン・シンクレアは、富と貧困が入り混じった異常なしつけを持っていた。父親はアルコール依存症で、肉親は貧しかったが、彼はしばしばニューヨークの裕福な母の親類の家に滞在し、アメリカ社会の両極端を経験した。ニューヨーク市立大学シティカレッジに通うために彼は、ジョークとフィクションを雑誌や新聞に書き始め、三文小説をストリート スミス社に執筆した。シティカレッジを卒業後彼はコロンビア大学の大学院に通った。ジャングルの執筆後、シンクレアはヘリコンホームコロニーへ、同所の売り上げおよそ3万ドルを投資したが、不運にもそれは4ヶ月後に火災で全焼した。彼はカリフォルニア州知事選へ2度出馬した。最初はアメリカ社会党の候補として出馬したが、投票は ほとんど得られなかった。二度目は1934年に民主党候補として出馬した。1927年、次女、オイルをボストンで手売りするシンクレア。ありがとうございます。